自分には誰にも話していない奴がいが3件あります。その全ての事件の首謀者は自分が先生と呼んでいた男です。まるで犯罪小説じゃな。死刑囚の嵐なんか信じられんのかよ。これが嘘ついたと思ってんですか。でも須藤の告発は本物だと思います。須藤の物証もなしに記事にして責任を負えんの。その1件目にした場所を思い出せないですか。1件目の死体遺棄の共犯者が不審な事故にあってます。よし行くんじゃ。 とにかくお酒飲まして殺しちゃうけど、それはほら、そちらが頼み込んできたわけだから。まずい！いつまで生きてんだよ。死んでった人たちの魂を救えるんだよ。綺麗事並べないでよ。私は生きてるんだよ。信じて立ったぞ。やめろ。力ずつ。これは闇に埋もれちゃいけない事件なんだ。